はい。 皆さんね、今回、言及させていただきたいのは今、我々となっている新型コロナ変異株のオミクロン株ですねオミクロン株ということでオミクロン株がまあ日本国内でもね確認されて1例目としてはナミビアから入国した外交官の男性そして2例目に関してはペルーから入国ということで11月27日にペルーから日本に入国したこれはいろいろ情報が入ってますけど 日本人というふうに言われてますけど、ちょっとこれに関してはね、えー、明らかでないことではあるんだけど、えー、カタール航空でカタールのドーハ経由でと言われているんだけどね、なぜ南米なのかというところですね、南米では、えー、基本的にはね感染例がないはずなのにというところ、だからこの男性がどのようなところに滞在していたとかっていうのが気になるところではあるんだけどね。 その中でオミクロン株ということで、えー、なりましたで、えー、これに関して、ねえー、一応濃厚接触者も調べているということで、まあ、とにかくこの11月30日からです、ね、日本政府はすべての外国人の入国を禁止しましたけど、えー、今、書き込みで帰国される日本人の方々は結構多いからそういったところの検疫の強化をしていくべきかなって感じはします法律も変えなければならない面も出てくるかもしれないんだけど え本来であればまあ強制的に自宅検疫推奨ではなくてねえ隔離検疫という形で持っていってしっかりとやっていかないと守らない人もいるしやはり、そのね。あのー 家族にね、移してしまう可能性もあるからね、そこはしっかりと私は、えー、厳格化していくべきだなっていうのがね、思うところです。まあ、とにかくは、まあ、岸田総理がね、えー、やったこと、す、え、べ、ー、ての外国人を1ヶ月、とりあえずね、1ヶ月、停、え、止、ー、した件に関しては、えー、正解だったかなって感じはするんだけど、より一層隔離検疫、えー、強化をしていくべきじゃないのかなっていうのは思うところです。 えー、これに関しては、ねまあ、非常に大変です、ただ現段階でどのようなものであるかってはっきりしませんよね、他の何々アルファ株、ベータ株だとかあるわけだけど、えー、感染力は本当に非常に強いと言われています、他の株に比べてね、えー、ただまあ重症化率とか、えー、致死率に関してはまだはっきり分かってないし、ワクチンが効きづらいとも言われているけど、 えー、弱毒化される可能性があるからね、まあ、どこまでなのかっていうのがもう少しやっぱり様子を見る必要があるかなって感じがします、えー、なので、す、え、べ、ー、て、まあ、例えばまあものすごい恐ろしいものだ、えー、というふうに、ね、思いすぎるのもまあ良くないし軽んじすぎるのも良くないので、えー、とにかく私は言えることは感染対策ですね、マスクはするところはして、えー、あとは 極力3密と言われているところを避けて、えー、そのいわゆる多くの人数が集まって、どんちゃん騒ぎですね、忘年会のシーズンになりますけど、大人数での、まあ、ブレイクを、えー、はしごして、ど,どこどこ行って、カラオケ、次にどこどこ行ってということは、極力、えー、避けていただきたいのかなっていうのが思うところです。まあ、これはもちろん個々人の問題でもあるので、あれなんだけど、えー、現在、まあ、第5波が終わってね、えー、第6波が来るとも言われてますけど、その第6波に関して、やはりかなり波を小さく 対策すすることとしてはやっぱり感染対策ですねでワクチン接種なんかも前倒しして行われるといっても3回目のブースターがね今ワクチンの効果が結構出ているとは思うんだけど、えー、ここもやっぱり重要なのかなというところはあります感染予防対策継続ですね、はいえー。ということで今回気になる問題ということで言,さしあ言及させていただきました、えー、今後もねもちろん海外からの帰国される方もいらっしゃいますから えどうしてもそこに関しては、まあ、完璧に防げることができないでしょうね、これから3例、4例、もっともっと出ていくるし、そこから広がっていくとは推測はしてますけど、それを最小限にいかに抑えれるかにかかっているかなって感じがします。ということで、今回気になる点に、えー、研究させていただきました。